小中華思想。小中華思想とは朝鮮で唱えられた中華思想。海思想の一変種であり、中華文明圏の中にあって、漢族とは異なる政治体制と言語を維持した民族と国家の間で広まった思う。自らも中国王朝、王中花と並び立つもしくは次する文明国で中華の一役をなす者、小中華とみなそうとする文化的優越主義思想である。この 文化とは、儒教文化のことであり、中華文明を言う。小中華思想のもととなった中華思想は儒教に、裏付けられた漢民族の文化優越主義から始まり、地理的世界観、政治的世界観を合わせ持つに至る。中華思想のもとで、中国王朝は、周辺諸民族を他者化、自他の区別をつけるものし、異的、文明化しない、野蛮人、金獣、 獲物に等しい存在と下げむ一方、作法体制、時代調工体制によってその世界を具現化し、また同時に、異的の境界に当たった。中国王朝の、こうした、世界観は、周辺諸国では、否定的に受け取られることが多く、ベトナムでは、対外的君主と、国内的君主を分離した、上皇制度を導入し、皇帝がその意味な、本名を知られて、 中国皇帝の真として扱われるのを避け、皇帝が早い段階で、後継者に行為を譲って、大上皇、上皇となり、宮廷内の最高意思決定と、中国皇帝に対する兆候を行い、内政一般など、国内の政治は皇帝が担当していた。このため、中国への兆候は、上皇が国王を名乗って行っており、中国政治とベトナムの政治が伝える国王の在位には、 ズレが生じていると言われている。また、日本でも、聖徳太子の書、日出書天使松室書美没書天使無用云々、あるいは南北長期の金長新郎が、民の大祖からの兆候を促す書簡を無礼とみなし、死者を切り捨てたことに現れるように、中華中心の快感を否定し、対等外交を施行する向きが強かった。それに対し、朝鮮では、中国王朝に従い、 積極的に中華文明つまり儒教及びそれに伴う会館を授与し中華に同化することで自国の格上げを図る道を選択した。朝鮮は本来の会秩序においては意的に相当するものであったが自らを中国王朝と共に中華を形成する一部小中華とをみなそうとしたのである。朝鮮の中国王朝に対するこうした姿勢は政治的には時代 文化的には、忍ぶか、中華をした思いとなり、政治的文化的に、中華に従うものとして整合性の取れたものであった。しかし朝鮮は時には、漢民族以外の中国王朝、金や元、真など、に時代を強いられることもあり、これをことえびすと呼び、快感と政治的現実の狭間で苦しめられることとなった。一方、自らを小中華とみなすことは、 周辺諸国を野蛮内的、金重として他者化することも意味していた。この自らを、花、周辺諸国をエビスとする姿勢は、文化的優越主義に止まらず、政治的地理的世界観にも現れ、現実はどうであれ、朝鮮は中国王朝と共に、世界の中心をなし、周辺諸国を従属させていると解釈しようと、思考した。例えば、 李氏朝鮮初期の1402年に制作された、今一強しリ歴代国土の図では、中国が世界の中心に位置し、朝鮮は実情よりかなり拡大された形で描かれている。それに対し日本、琉球、東南アジアはかなり小さく描かれ、方角も誤って描かれている。諸神族の居住地であった中国東北地方は曖昧なまま処理されている。 つまりこの地図が描き出した世界観は民と李朝が中華でありそれ以外の地域はエビスであるとするものであった。こうした他社化の論理は時に国内にも向けられ中華文明を身につけていないものは同じ朝鮮人でも差別化されることにつながった。李朝後期のヤンバンたちは自身を礼儀を知り監視官文を巧みに操り、 儒教の教典に精通した中華文明の体現者と、ええ、一方庶民を、異的近重の類と、階層的差別意識を炉にしていた。小中華思想の中には、中華思想と同じく、法要の論理が含まれていた。つまり独自の作法体制、調校体制を整い遺敵との交流を図り、あるいは機化に向け入れて同化させるといった面も見られ、中華思想において、 この他者化と法要、相反する二つの側面は、国力が充実しているときは異民族に開放的になり、法要の論理が現れ、政治的に異民族から強い圧迫を受けているときは差別化が調される傾向を持っていた。小中華思想においても同様の現象が現れ、政治的逆境に置かれた時期こそ、文化的優越主義の側面が強く現れることになった。朝鮮の こうした積極的な中華文明需要の姿勢は、中華に同化することを目指したものであることから、同時に朝鮮独自の文化の発展を阻害することになる。一例を挙げると、リアサ前期の清掃が朝鮮独自の文字、ハングルを制定しようとしたとき、官僚を含む知識人階級から、捨て中国自動、意的、中国を捨て意的に同化する行為だと反発を受け、ハングルは、 李朝末期に至るまで御文と呼ばれて下げ済まれ世紀の文字になることはなかった。こうした中華文明を尊び独自性を排除しようとする考えは儒者共通のものだが小中華思想を掲げ中国に習って家居体制を取り入れ儒教を支配理念としていた朝鮮において特に顕著に現れることになる。しかしこういう考えは朝鮮のみで中華思想の枠組みの下では 非観民族であり、中国大陸の東端に位置する朝鮮は、党位としての位置づけを免れることはできなかった。古代中国での当時の朝鮮の位置づけは、日本や琉球王国よりも、はるかに下とされており、国家としての認知も遅れていた。これは、場には、金印が、琉球王国には、銀印が送られたが、朝鮮には送られていないことからも伺い知ることが、できる。中世には、 朝皇族国の筆頭であるとされ、作法国としての認識が続いた。朝鮮半島の北西部で中国と直接国境を接しているため、高空、九だら、白木などは中国王朝の皇帝から作法を受けて、進化の礼を取ることにより独立の保障を得たり、また朝鮮半島内の敵対国との交渉に有利な立場を得るため、積極的に中国王朝に時代してきた。 中国で、唐が起こると、高栗に圧迫されていた白木は、唐の儒教や、律令制をはじめ仏教その他中国の文物を取り入れ勢力を台頭させる。また、唐から建築を受け、独自の年号を廃止して、唐の年号を取り入れるなど、唐の皇帝に積極的に進化の礼を尽くし、随以来高栗問題を抱える唐と共に高栗と、くだらを滅ぼした。その後、 高栗とくだらの丘陵の支配権をめぐり、党と対立し、党、白木戦争を最終的には、朝鮮半島から、党の勢力を追い出すが、旧高栗城の北部に、墨海が起こり、共通の敵を持つことで、党と白木は、また良好な関係に戻る。高来の建国期は中国では五代十国の混乱期にあたり、自国の年号と中国王朝の年号を交互に使用することになる。 つまり、独自の年号を使用しつつ、中国に安定した政権が現れると、時代史その政権年号を受け入れていた。また、僧と寮が並立するようになると、両者に時代史両者の年号を併記した。ただし、高来にとって、寮への時代はその武力に従ったもので、僧に対する忍ぶかの年が薄れたわけではなく、北僧と寮、あるいは後に南僧と金、 呂朝の年号を併記する際にも、宋の年号を先に記していた。現存する文献中、小中華、小花の文字の所見は、この頃のもので、宋へ派遣された高麗施設の死を、宋人が高く評価し詩集にまとめた小花集がそれにあたる。この詩集が、小花と名付けられたことから、朝鮮人は、事故の文化は、中国王朝に準ずる高い水準に達したと、 中国人から評価されたと解釈し、以降文化的優越感を込めて、小中華、小花の文字が使われ始めることになる。量が金に滅ぼされると、高麗は金に圧迫されて、時代し、層と金の年号を併記するようになる。その一方で、高麗の文化的優越感は高まりを見せ、北宋滅亡後、南宋を聖火と呼び、文明の朝は、東の天より輝くと、文化的には、 中国王朝と対等とする自意識が現れる。一方、猛虎、元が勃興すると、今度は猛虎に屈服し、猛虎の年号を用いることになる。猛虎による支配は、通常の作法関係とは違い、内政にまで強く干渉してくるものであり、国王は元帝出の娘婿となり、国王以下官僚たちは弁発をし、遺憾復職も元の族習うことになる。この時期、 ダンクン説話が三国維持や帝王陰期にまとめられる。ダンクン説話はこの時代の文献に初めて見られるものであるが、このダンクン説話は騎士朝鮮説話と合わさり、リアサ前期の朝鮮は中国の行と同じ時期にダンクンが建国し、儒教は孔子の生まれる前、騎士によって朝鮮にもたらされたとする歴史の長さや、 儒教の伝統の面でも中華に張り合おうとする主張にかかることになる。また、元を通じて、南宋で起こった朱子学がもたらされることで、御事とか上位の思想が広がり、中国で民が起こると、信仰の官僚たちは元を遺敵視して、親元派と対立することになる。仏教立国であった高麗を滅ぼした李氏朝鮮は、その建国の由来からして、 忍ぶか数名の念を強く持つものであった。高来の一部官であった李政慶は民の両党藩と攻略を命じられるが、新民時代を標榜し軍を翻して政権を掌握し、伊賀島海軍李朝を建国する。また、元の念を風俗を廃止して民のそれに変え、宋代の趣旨の礼に依拠した儒教文化に着手し、民の法律である。 大民立の刑法を基準とする暴力的な手段で、その定着に努めた。リアサ前期の小中華思想では、高来期と同様、文化的には中華に次するもしくは並ぶとされていたが、歴史の長さや、儒教の伝統でも中華に張り合おうとする主張が見られるなど、朝鮮の文化的優秀性はすでに中華王朝と等しいと自己を評価していた。その一方、 政治的には民に時代指針化の例を尽くすことになる。これは、建国時の新民時代政策に合わせて、朝鮮生理学の確立により、朱子学が、朝鮮社会の支配理念になったことにも、影響されている。つまり、朱子学の大義名分論を受け、民と理朝の関係を明確に、君臣関係と位置づけ、今、夫も、小時代、君臣の分を乗れただし、乗りふどじの名に、 国際税の利害、無人尊の政治を乗れ、時代は、君臣の分、難易以外にかかわらず、誠を尽くすのみと、外交上の一手段であったはずの時代政策、それそのものが、目的に消化されることになる。こうした結果、リアサでは、通常の作報告よりも強く名誉を立てまつることになり、たとえ犯罪者であっても、飽き人であれば勝手に処刑できず、定調に名へ輸送する習わしになっていた。 そのため、後期和光と対峙した武官は、戦闘中に和人、秋人の判別をつけ、秋人を生け取りにするという難題を強いられ、誤って、秋人和光を殺害した武官が処罰を受けることすら、あった。これは、当時の民が解禁政策を破って、海外渡航したものを自国民と認めない、機民政策をとっていたことを考えると、李朝の命を、 上国とあがめる数名の念の強さがうかがい知れる。一方、リアーサ前期には小中華思想における他社化の面も顕在化する。李朝は周辺諸国を文明化されてない敵と下げみ、通行する諸勢力を東の日本、南の三東山と、津島、行き、松浦の日本人のこと、西の琉球、北の野人、女神族の別称と分類し、 自身を小中華に見立てて、李朝の徳をしたって真意は、入庁しているのだと解釈しようとした。これは明中心の作法体制では同格であるはずの、日本国王、室町幕府や琉球王朝すら、徳をしたい服属したとする極端な解釈で、現実には、こうした扱いをできたわけではない。しかし周辺諸勢力をエビスとみなそうとする思考は、確実に存在し、李長実力にも、北に、 野人の来庁する者あり、東に和奴の通信する者あり、中略から皆我がる遺族にあらず、その心を必ずやことならん。といった差別観念が現れている。李朝の元日の儀礼には、こうした小中華思想の二つの面が現れ、国王はまず弁服、明帝から貸しされた国王の礼服を着て、持ち決礼、民の皇居を擁拝する儀礼を行った後、後者、 赤い薄着の方に着替えて、和人、野人などの調和を受けていた。しかし実際には、李朝は小中華として振る舞えたわけではなく、白木以降の伝統的朝鮮館の下に、朝鮮を下国視していた日本から、日本の年号を使用していないことをもって、国書の樹を拒絶される、津島に1万7千の大軍を動員して攻め込み、撃退される、応援の外交。 あるいは女神族を作法体成果に組み入れたアキラから、李朝が女神族を半族扱いしていることに見責を受けるなど、その小中華的世界観の具現化はか叶わなかった。リアサ前期には小中華思想の持つ法要政策、つまり効果と強計も行われた。李朝初期は前期はこうが活発に活動し、中には朝鮮半島に居住する者も,も存在した。 李朝は和光有力者に簡位官職を与えて懐獣し、あるいは居住者に土地を与えて、朝鮮人の中に分散して定住させ、同化させていった。1409年には、こうした高河人は2000人に達していた。女神族についても、環境道、平安道を征服して、国境を都満港、王緑港まで押し上げ、個鎮を設置して、 国境内外の女神族の抑えとし、同時に国境外の女神族との交易上とした。また、国内に取り込んだ女神族を高和田氏の人と呼び、朝鮮人の間に居住させ同化させた。こうして高和人、高和田氏の人は、外部の情報や新たな技術をもたらすなど、軍事、外交、技術、医療など様々な面で活躍し、議長の発展に大いに貢献した。 一方、協計政策としては独自の兆候体制による通行が主となり、通信士の派遣は限定されたものに止まった。李朝は、農本主義を国策としていたため、国内で算出しない物資の入手を除けば、本来項は不要なものであったが、和光抑制政策の一環といった側面もあり、建国初期は積極的に通行者を受け入れていた。そのために本国をし、琉球国をし、 女神族に止まらず、西日本各地の諸勢力が通行することになる。李朝初期には、和光の襲来に悩まされていたことや、清掃や伸縮船のような現実主義的政治家の活躍もあり、小中華主義的政治観はあまり強く現れなかった。しかし、前期和光の収束と国力の安定化により次第に、国外への関心は薄れ、15世紀半ばを最後に、 朝鮮通信士の派遣が一旦途絶えることになる。同時に、初期の高河和人、高和田氏の人の同化も進み、新たな高河者も減少する。さらに、日本各地からの室町幕府、西日本諸勢力、琉球王朝といった多様な通行者も津島に一本化され、李朝に入る情報は、津島の情報操作を受けた者に限定されることになる。こうした結果、 小中華主義的政治観、特に日本小国論の台頭を招くことになる。これは、李長に訪れる日本国王子の停止性化、特に李朝国王を皇帝を指す、陛下と呼ぶことすらあったこと、日本国王子が外交より公益に熱心であったこと、王人の乱によって室町幕府の求心力の低下が伝えられたことの影響も受けたものである。今日では、こうした日本国王氏は、 津島から公益目的で使わされた偽紙であったことや、その偽紙にしても、皇帝を指す文字の使用は、津島が民に通行できるよう李朝に取りなしを頼むような特別な願い事をするときに限られていたことが知られている。李朝もこうした事情は察していたが、日本小国論の修正には繋がらなかった。琉球国王氏が通行しなくなった後、李朝と国交を持っていたのは、明、日本。 女神族に限定されていた。その中の女神族は、建国初期から、李朝の藩属として扱われていたため、残る日本を小国視することで、李朝は、当時の東アジアの政治情勢を、民を頂点とし、李朝は小中華として日本を呼び、女神族を遺敵として従えるとする、小中華的政治観の枠に当てはめて認識することになる。 16世紀末から17世紀半ばにかけて、李朝は文禄、慶長の役、人心わ乱、堤防ウロン、日のエネウロン及び民心交代と立て続きに国難に、さらされ続けることになる。まず文禄、慶長の役では、それまで小国死していた日本に一時は、国土の大半を占領されるまでの敗北を起死し、対日優越意識が打ち砕かれることになる。この敗北の衝撃は、 1764年代11回の朝鮮通信使の一員であった元茂げが帰国後、日本側の戦勝意識と朝鮮側の敗北意識を払拭する過信章誕の意を込めて和国史に人心は乱戦勝論を展開するほど後々までを引くことになる。こうした滅亡の危機を民の援軍に救われることで、李長は時代の意義を再認識し、再造の恩と呼んで、 数名の年を新たにすることになる。一方、女神族の後金、後の清がが頭をすると、李長はそれまで遺跡死し、反属扱いしてきた、女神族に従いがたく、堤防ウロン、日のエにウロンと二度にわたり抵抗するが大敗を起死し、三田渡るにおいて、国王自ら三気九校等の礼をもって、清へ侵入を申し出て、時代、ことエビスを強いられる羽目に陥る。さらには、 民心交代によって文化的にも政治的にも心の支えであった民の滅亡を経験る。これら一連の動乱により、李朝の小中華的政治観は根底から覆されることになる。また文化的観点からも崇拝の対象であった明が滅亡してしまい、一方、新たな中華帝国の支配者である清は李朝にとっては一敵であり、 中華文明の後継者とは認めがたく、小中華思想は文化の面でも見直しを迫られる。こうした中、中原の中華文明は民と共に滅び、中華文明の最優等生である朝鮮こそが正当な中華文明の継承者でなければならないとして、李朝は自身を残された唯一の中華文明の後継者と認識るようになる。このため、記念法として、 民の最後の言語である数定による数定期限を作った。この17世紀の中華思想については数名の年をもとにした小中華思想であると捉える説と自身を唯一の花であるとした朝鮮中華思想であるとする説両論存在する。この新たな小中華館では李朝の実が唯一の花となり当時李朝と国交を持っていた日本と清を 文化的に強く差別化ししまい、両者からの文化、技術の流入を拒絶し、文化的鎖国状態にはまり込むことになる。一方、同化すべき対象を失い外部からの文化の流入を拒絶したこの時期、独自文化の発展が見られるようになる。理長後期に活発だった国学研究と風俗が、陳形山水画などはこの文化的鎖国の時期に発展したものである。また、 この時期の小中華思想は、一連の動乱の後の国土が荒廃し国家の威信が失墜した中、民族的自尊心を高め復興へ向かわせる役割を果たした。しかし一方で、文化的鎖国により社会的停滞を迎え、技術の面でも日本や新に立ち遅れることになる。18世紀後半になると、こうした状態を打破し伝統的中華思想から、 脱却しようとする動きが起こる。つまり北学と西学の対等である。北学とは、清から文物を学ぶことを指し、西学とは清を通じて、西洋文明を学ぶことを指している。両者とも清を一敵視する17世紀の小中華間から抜け出したものであり、中でも西学においては、地球球体説により、伝統的天然地方説、世界は中華を中心に、 方形の大地が広がっているとする地理的世界観を打破し、また、中華皇帝に従わない、ヨーロッパの王や皇帝のありの発見を通じて、政治的小中華観から脱却した。こうした動きにより、伝統的地理観、政治観が克服され、文化的優越主義の点においても中華が相対化され、数名忍ぶかに現れた中華を市場とする観点から、脱却することになる。 この結果、小中華思想から崇拝すべき大中華が抜け落ち、儒教文明化した朝鮮の実が唯一の花だとする朝鮮中華思想へと変貌を挙げることになる。これは儒教を唯一の文化とする儒教文化史上主義からの脱却までは至らず、逆に文化的史上主義の側面は強調されることになる。一方で、儒教文化史上主義の観点から関連的な、 民族的移的感から脱却し、元は移的とされたものでも、儒教を身につけたものはもはや遺的ではないとする考えも浸透していくことになる。こうした流れの中、清に対する移的感が薄れることで、政治的には、北伐論が衰退し、清を積極的に創始国と認め、文化的にも新支配下の中国は移的の中の中の中華であり学ぶべきものがあると、一途。 文物の輸入が図られるようになる。また、日本に対しても、それまでの一方的な強化の姿勢から、文化交流を通じて、日本の優れた点も取り入れてようとする姿勢へ転じて、いくことになる。この朝鮮中華思想は、日韓併合により、李朝が滅亡するまで李朝知識人の支配理念であり続け、開国期の欧米を、用意日本を、 山とエビスとする鎖国上位の思想、衛星赤者へと連なり、朝鮮における近代的民族主義形成の基礎となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。